沢出でーす。今日はサンリオから新しく出た推し活グッズを買ってきたので紹介したいと思います。オンラインで買いました。いつも可愛いし便利なのたくさんあるんだけど、今回もめっちゃ可愛いのいっぱいある。早く撮影したくて楽しみにしてましたんで、そちらを紹介していきたいと思います。あ、ちょっと待って、逆だった。これ逆なんじゃない？これ逆だよ、後ろ向いちゃってるもん。こっちだよ、そうだよ、ほら、あら、こっちこっちだよね。はい、じゃあまずはこちら、フォトアルバム。前のシリーズでもフォトアルバムはまあ出てたんだけど、デザインが変わったみたいです。で、しかも表紙にお気に入りの1枚を入れられるようなやつです。 L 版サイズの写真を64枚収納できるよ。正直64枚じゃ全然足りないから、お気に入りのものをここに入れていこうかなと思って買いました。表紙に入れるとね、こんな感じです。横からスッスッと入れていくタイプですね。パープルはキキララちゃんで、グリーンはポチャッコちゃん、黄色はポムです。まだあと 2,3 色あったかな。ピンクとか確か黒とかもあった気がするので、皆さんの推しカラーを買ってみてください。続きまして、こちら IC カードケース。推し活グッズではないんだけど、どうやらこの中にトレカを入れるとめっちゃ可愛いという情報を聞きつけたので買ってきました。ただ人気すぎて今ハンギョドンしかお店になかったです。カラビナでつながれてて2枚入るようになってるんだけど、今ねこの魚丼のカードが入ってるんだけど、一旦これ魚丼取って、私トレーディングカードって JO1 しか持ってないから JO1 のことでしか言えないんだけど、今までのトレカのサイズだと入らなかったんだけど、絆からサイズ改定が行われまして、そっちだと入るということで、これをね入れてみたいと思います。あー、入る入る入る、めっちゃ可愛い、超可愛い、見て、見えるかな、見える、可愛くない？あ、チェキも入る、チェキも入る。おしゃぱらやった時のうちらのチェキなんだけど、チェキもちゃんと入ります。周りがクリアだからチェキに落書きしてあってもそれもちゃんと見えると思う。続きましてこちら、飾れるポケット付き2段ポーチ。これ可愛くカスタマイズシリーズっていうやつなんだけど、ここのポケットにチェキとかを入れて飾れるよっていうものらしい。これは今までの JO1 のサイズでも入る。あ、入る入る入る、可愛い、こういうことだ、可愛い。チェキのところに仕切りが入ってるから、ちゃんと下のポケットも使えるようになってる。上もいっぱい物が入りそう、可愛い。私学生だったらこれ筆箱にしてたな。これ何入れよう、入れるもん決まってないのにひたすらに可愛くて買っちゃったんだけど、これもポーチと一緒の可愛くカスタマイズシリーズのキーホルダーです。これはアルファベットのシールがついてて、これ透明なところにシールを貼って名前をカスタマイズできるよっていうことらしいです。おー、見づれー、キラキラしすぎてちょっと私には無理だ。貼りました、キマ、ちょ、キマが限界です。シール結構ペライから、また剥がして別の名前にすることも全然可能そうだし、このシールじゃなくても別のアルファベット名前シールとかでもいいしね。で、これをここにつけたら可愛いよねみたいな。これ昔できたんだけどな、あ、もう今できないわ、ちょっとワイヤー外れたら怖いもんね。じゃーん、どうでしょう、可愛い。こうやって合わせて使うと可愛いかなと思います。ペンライトのお尻につけても可愛くない？絶対ほら、可愛い。あ、でもちょっと邪魔か、さすがにうるさいか、これダメか、ガチャ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 うるさいか、これ却下だわ。続きましてこちら、トレカケース。早速開封してサンリオに持ってったんだけど、めちゃくちゃ可愛かった。シンプルだけどキラキラしてて可愛いみたいな感じです。チェキ用スタンド、お気に入りのチェキやトレーディングカードを飾れるスタンドということで、完全に写真とかポストカード系は多分入んないんだけど、こうだ、おー、かわいい。これワンチャンさ、ここにさ穴が開いてんのよ。自分のお手持ちのアクスタもワンチャン刺さらなくはない、サイズによっては。私のアクスタだと完全にサイズがオーバーしてて無理なんだけど、まあ4日かかる
四日借りでも OK だったら立てられないこともないから、そういう飾り方もできるかもしれない。アクスタつながりであれなんだけど、これも買いました。これは全然あのお仕事グッズとかじゃなくて、もともとなんかラムネが入ってたんだけど、これがアクスタ入れに使えるっていうことで買ってみました。4体ぐらいだったら入るんだよね、割と。ただちょ重ねちゃうと傷ついちゃう場合もあるから、そこは気をつけた方がいいと思います。ラムネケースがアクスタ入れにもなるよっていうことでした。はい、続きましてこちら、可愛くカスタマイズシリーズのデコレーションシール。こんなに買っちゃったよ。これ何をしようと思って買ってきたかというと、硬質ケースをデコろうかなと思って買ってきました。できた。かわよ。どうでしょう。かわいい。このジャニショーの写真を入れると、ちょうど白枠の部分にシールがかぶさってくるから、映えてかわいいですね。これが最後です。じゃーん、うちわケース。かわいいのよこれ。表こうじゃん。ここにうちわを入れるとお顔が見えてかわいいよみたいなことなんだけど、裏キルティングになってます。かわいすぎ、これさすがにかわいすぎる。なんか紫がまだ出てなくて買えなかったから、何入れてもかわいくなりそうな白も買ってみました。白はこれ何ちゃんだっけ。何ちゃん、ミズミーメルって書いてある。メルちゃん、メルちゃんです。黄色はポチャコです。かわいすぎる。表はね、なんかここにキャラがついてるから、頭の上にちょこんって乗るよみたいな感じやなと思う。デコレーションシールもついてるから、バブーのやつとかリボンとかついてるので、さらにうちわをデコれると、ありゃかわいいこと。こうなります。かわいい。確かに頭にちょんと乗ってるよみたいな。ただこれをはめちゃうと規定サイズ外になっちゃうから、公演中は外して使わなきゃいけないけど、写真とか撮るときにめっちゃいいよね。あとはこの袋から一回出さなきゃいけないってところが難点かな。あんまりこの袋から出したくない派だから、あんま開けたくないんだけど、一回こう開けてから入れないといけない。裏側にして入れても可愛いよね、この感じで。会場の前とかでさ、なんかこういう写真みんな撮ってるじゃん、こういう。あとさ、この下目のアングルでさ、こういう、ちょごめんなさいこれあのこんなももひみたいに入っちゃってんだけど、下半身でこうやってこうやって写真撮るみたいな、そういう時にも使えると。あー、かわいいやばいね。ここに紐ついてるから自宅で吊るしても使えるわ。へえ、かわいいのいっぱいあんだね、マジでさ。よく考えるよ本当に。はい、というわけでサンリオシリーズ以上になります。今回もね、めちゃくちゃ可愛い新作がたくさん出てて、これからどんどん愛用していけるものばっかりなので使っていきたいと思います。皆さんも気になるものがあったらチェックしてみてください。ということで今日の動画を見てくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 Twitter、Instagram もやってますのでフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。